アッシュレイディオ。さあ、始まりました。アッシュレイディオの時間が始まりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日に引き続き、はい、本日も行こうと思います。本日もおしゃれなところからよろしくお願いします。はい、前に、うん、前なんか福山さんがゲスト出ていただいた時に、あ、はいはい、ちょっと僕はずっと気になってたのが、なんか雑談をしてるだけの会議なんだけど、うん、なんかそのプルデンシャルの中で生産性がもう世界一高いみたいな、うん、日本一高いだから分かんないですけどみたいな、書にいたみたいな話したじゃないですか。でそれってなんかすごい今までの感覚からするとめちゃくちゃ不思議で、うん、雑談してるだけで生産性が高いの、ちょっと そこがリンクしないですよね、うん、飛びすぎてて、うん、なんでなのっていう。その普通ってミーティングとか会議とかってなんか前週の目標とかがあって、それの帰りがあってギャップを埋めるためにこういうことしますとか、なるほどね、なんかそういう大事な話しかしないとかね、そう会議の時間を短くしなさいとかね、そういうイメージなんですよ、うん、だ先週が10件の目標に対して5件だったから、じゃあ今週その5件を埋めるためにこういう打ち手でいきますみたいな、うん、で読みが何件でとか、なんかそういうイメージだったんですけど、うん、なんかそうじゃないのに生産性が高いみたいな話だったじゃないですか、うん、それは何でなんだろう。なるほど、うん、ですね、まずレイヤーの話をすると、レイヤー、はいはいはい、メンバーっていうレイヤーの人と、うん、マネージャーっていうレイヤーの人で、はいはいはい、レベルが違うっていう大前提がまず必要です。要は、メンバーは必ずしも全員が優秀とは限らないけど、うん、マネージャーは必ず優秀じゃなくちゃいけないっていう。だからマネージャーの中に優秀じゃない人はいないですよっていう前提でまず始まってます。うーん、これはまず大事です。はいはいはい、はい、そこにポンコツが一人でも入ってきちゃうとちょっと話が変わります。だからマネージャーはまず最低限全員優秀です。うん、で、さっき吉岡さんが言った読みがどれぐらいであと何とです、うんうんうん、それミーティングの前にもうスプレッドシートで共有できるじゃないですか。うーん、それを会議で話し出すとアホなんですよ。ああ、はい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 、じゃあそういうリクルートとかのそういう読み会とかがあるわけですよ。ああ、それはアホです。だそれはポンコツが話しちゃうとそうなります。ああだそれはマネージャーミーティングじゃなくてメンバーが入ってるミーティングじゃないですか。うんうんうん、そうそうってなるとそうなりますよね。ああ、みんな聞かれてその場で言われないと答えられないっていう人たちなんで、だからそこはもうそのレイヤーっていう前提が違います。あ、で、ミーティングというかその生産性を上げるっていうことの一番大事な要因は、うん、ネガティブ要因の徹底排除なんですよ。はあ、もっと分かりやすく言ったら人間関係です。うん、だから人間関係がいいと生産性上がるよっていう。はあ、はい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 、これ今すげえ大事だと言いました。多分これは普通の人理解できないです。要はそのマネージメントちゃんと学んでる人じゃないと理解ができないです。で多分これを聞いてるマネージャー層の方が多分これを聞いても多分瞬時に理解できないです。それぐらい一般の人がやってるマネージメントと僕が言ってるマネージメントって多分180度違います。180度違います。別物だ。別物です。むしろ普通のマネージャーって一般に言われてる人がやってるマネージメントはもうほぼ全て間違ってます。おだから採用もできないし、うん、生産性も上がらないっていう。うん、で人間関係も悪くなるっていう。うん、そうじゃないですか。怖い。イヤホン越しにビクってなる。いや本当に採用ができない、生産性が上がらない、人間関係が悪くなるっていう。やめてくみたいな、ね、やめてく。ほぼ全ての会社がそうですよ。逆に言うと、じゃあ今のマネジメント何が原因そうなってるんですか。マネージャーがマネージメントっていうことを学んでないって。うーん、いや、ま、学ばずにマネージメントってこういうことだよなって思ってやったら絶対そうなるんですよ。はいはいはい、だから読み表とかやっちゃうわけですよね。うーん、とか部下の指導とかもやっちゃうわけですよね。うーん、だからそれも全部間違ってるんですよ。あー正しいマネージメントとは逆に言うと、だからネガティブ要因の徹底排除です。人間関係です。あ、それのみ。あ、それのみです。それのみだっていうことを、本当にそれのみなんです。へー、それのみ。だからあれですよ、今となればもうちょっと分かる方もいるかもしれないですけど、うん、どうやってダイエットすればいいですか。肉しか食べないでください。えーって人任せになるじゃないですか。あー、いや糖質制限とか
っていう言葉がない時代はなりますね。何も食べないっていうことの方が痩せるんじゃないって、うんうんうん、でもあの本当に正しいのは糖質をカットしてタンパク質と脂質を取るっていう、だから毎日ステーキ食べてくださいっていう、うん、これが本当に痩せるんですよ、うん、それは分かります。でこの、まあ、ケトジェニックとかケトーシスっていう状態なんですけど、まあ、糖質制限って言ったりもしますけど、うん、この糖質制限ダイエットっていうのがあの一昔前まではええみたいになってるけど、うん、今はまあ大体分かるじゃないですか。でも30年前ぐらいに毎日肉食ってください、肉だけ食べてくださいって言ったらえってなるじゃないですか。あっていうぐらい、あ今そういうことか、マネージメントっていうのはもう人間関係です。人間関係を良くすれば生産性は絶対上がりますよ。そのええって言ってるけど、そうなんですよ。職場の人間関係が良好だと、はい、もう別に何もせんでも、そうですそうです、うん、人間、職場の人間関係を良好にすることが一番生産性が上がるんですよ。職場の人間関係を良好にすることが一番生産性を上げるんですよ。うん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 、はいはい、オケさん、うん、でもみんな人間関係を良くしたいはしたいんだけど、うん、でも生産性上がってないのこれ問題じゃないかって言って、うんうん、職場のメンバーにもっとこうしなさい、ああしなさいって言っちゃうんですよ。うん、そしたら人間関係良くなります、悪くなります、悪くなる、悪くなりますよね。うん、僕が何回も言ってるのは、うん、職場の人間関係を良くすることが生産性を上げるんですよ。でも今の行為は職場の人間関係を悪くしてるじゃないですか、うんうんうん、じゃあ生産性は下がるんですよ。うん、はいはいはい、でも生産性下がったらマネージャーって頑張るじゃないですか、うんうんうん、で頑張るとどうします？自分で動いたりとか、自分で動いたりとか、さらにお前も動けよって言ったりとか、うんうんうん、そうすると人間関係が悪くなるじゃないですか、うん、じゃあ生産性は悪くなるんですよ、うん、負のループですね。そうですそうです。っていうのがどの企業もみんながこれをやるんですよ。あえ、じゃあそのなんだろう、数値管理とか、うん、目標管理みたいなやっぱ従うじゃないですか。はいはい、それいらない。目標管理だから、はい、じゃあ吉岡君今月10件目標だけど今何件みたいな、はい、あ今8件っすみたいな、うん、あと2件どうみたいな、うん、本当にまあ、ちょっと頑張りますみたいな、そういう会話はもういらん。それをやるんだったら僕はなんか見たら人間関係が良好だったらいいですよってことです。ああ、はい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 、じゃあそれどうすんの、それ本当にできんの、これ人間関係悪くなりますよ、ね、最悪ですよね、うん、そうすると生産性下がりますよ。ああなるほどね、全ての大前提が人間関係、こっからさらに革新的な話をします、うんうん、それはなぜかっていうと、うん、チームっていうのも採用でしかないんですよ。はい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 、ニューヨークヤンキースに勝ちたかったらポンコツ集めて練習するんじゃないんですよ。ニューヨークヤンキースよりも強いやつらをもう全米から集めてやるしかないんですよ。採用じゃないですか、うんうんうん、っていうことです。あで採用って誰がするかっていうとメンバーがするんですよ。はい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 、楽しそうに遊んでる国とすげえ王様にいじめられてる国があったらどっち行きたいですか。楽しそうに遊んでる国ですよねっていうことです。ああなるほどね、はい、でなんでこっちは王様にいじめられてるかっていうと生産性が上がんねえからっつって王様がこのメンバーをいじめてるんですよ。てめえらお前働いてるっつってお前働いてるのかこの野郎本気でこの野郎っつってっていうことです。なるほど、はい、そしたら国外の人から見たら、うん、えなんか大変そう、向こうは楽しそう、うん、で楽しそうも行きますよ、ね、うん、で楽しそうなところにあのスターが来るんですよ。はい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 、なるほどなるほどっていうことです。あそういうことですね、はい、だからその採用っていうことで解決をしないとその組織ってのは絶対に解決しないんですよ。でもみんなはマネージャーって言われてる人たちが採用で解決をするっていう感覚がないんで、うん、それもマネージメントじゃないです。管理、はい、だからそれはもう名前変えた方がいいですね。あハウスキーパーとかにした方がいい。ハウスキーパー、あ、どうも何株式会社ないのハウスキーパーです、はい、だからそのマネージャーっていう人に採用権があるのかっていうのは、うん、マネージャーかマネージャーじゃないかが明確に分かります。採用権がないマネージャーはそれマネージャーじゃないです、ハウスキーパーです。まあ、
じゃあ日本ほとんどハウスキーパーじゃん。あ、そうですよ、そうですよ。ね、だって自分が採用してないメンバーをさそうです、そうです、マネジメント、だからほぼ採用だから、日本ってマネージャーのことを和訳で管理職っていうじゃないですか。あ、だから和訳できてないんですよ。あ、だから何時代か分かんないですけど、福沢諭吉あたりがマネージメントっていう言葉を、日本語に転換するときに管理って訳しちゃったんで、それはおかしいですよね。あ、マネージメント、じゃあ今で言うと何になるんですか。管理じゃなくて、プレイをせずにネガティブ要因を徹底排除して生産性を上げることです。なげえなげえっていうのがマネージメントです。ああ、はいはいはい、っていう大前提があるから雑談してるだけで、人間関係がそこが良好だから。あ、そうです、そうです、そうです。ああ、へえ、なるほどなるほど。これはもう理解難しいですね、確かに。で、うん、日本の企業は全員これをやるべきなんですよ。お、日本のマネージャーと言われてるところ、もしくは日本、うんうん、要はそのマネージメントっていうのをちゃんと理解せずに、うん、その部下を縛いたりとかしてる会社っていうのは、うんうんうん、絶対これをやるべきなんですよ、うんうんうん、で、僕はそれ がビジネスを、ビジネスマンとして、うん、伝えるべき社会課題だと思ってるんですよ、僕が解決するべき。あ、だから僕が今ビーツを大きくしてるのは、ビーツを大きくして、もちろんそのユーザーを喜ばせるとか、メンバーを喜ばせる、それは大前提なんですけど、本当の僕の目的っていうのは、要はいろんな大企業も中小企業も含めて、経営陣、マネージャー陣、役員陣が僕にそのどうやって生産性を上げたんですかっていう話を早く聞きに来いってことです。でそんな結果出さなくちゃいけないじゃないですか。うん、だからほら、だからこうやってやるから生産性上がったんだって、うん、お前部下縛いてんだろっていう、うん、お前部下にお前数字は言ってんだろって、うんうん、だからお前の会社はダメなんだっていうのを早くやりたいです。そしたら、うん、あの会社で自殺する人はいなくなるじゃないですか。うん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 、だから会社で自殺するってことはもうマネージメントができてないじゃないですか。はいはいはい、人間関係が全てだって。いやー、そうですね。っていうふうになれば、まあ、僕の手が届かない会社もなんか良くなるじゃないですか。なんか足なしきマネージメントでもなんか何でもいいですけど、はいはいはい、そういうことをなんか全部の会社がやったらいい感じになるじゃないですか。いいですね、足なしきマネージメント。でもこれは難しいですよ。例えば、全然成果が出てないメンバーがいて、めちゃめちゃサボってるメンバーがいて、はいどうしますって話なの。みんなの芝居者じゃないですか。うんうんうん、君のためを思って言うけど、そうですね、はい、ここで頑張れないやつは他行っても頑張れないぞとかね。そう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 、うん、で聞くよね、そういうセリフ、うん、そいつの能力が10段階で例えば2だとしたら、うん、そんなこと言ったらそいつは1になりますよ、うん、1になるプラス楽しくなさそうなんで誰も寄ってこないじゃないですか、はい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 、はい、で採用できないじゃないですか、うんうんうん、っていうんです。そういう人がいたらどうしたらいいんですか。まずマネージャーが、うん、そいつが 2を3とか4とか5にしようとしてるんですよ、うんうんうん、それをやっちゃいけないんですよ。ああ、なるほど。みんなこいつを頑張ってもらいたいと思ってるじゃないですか、うんうんうん、その気持ちはすごくいい気持ちですよ、うんうんうん、優しい気持ちだし、うんうん、能力を高めてあげて、能力を高めてあげて、うん、それを思っちゃいけないんですよ。ああ、これが一番難しい。難しいっすね。こいつに成長してほしい、こいつはもっとできるって思っちゃいけないんですよ。あ、2なんだって。こいつは2、うん、2をどんだけ楽しませるかって。うーん、だから楽しい2の人にしたくないんですよ。あ、仕事ができないんだけど挨拶が気持ちいい人にしたくないんですよ。仕事ができないんだけど隠し事はしない人にしたくないんですよ。なるほど、これがマネージメントです。あ、すげえ。みんな3とか5とかにね、そう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 、 10のやつ出してお前もああなれよって言っちゃいますもんね。そうそうそう、言われた方はいや俺2だしって言って。そうなんですよ。兄貴見習いさ、お兄ちゃんはこんな勉強できてるのに何があなたは勉強もできないでって言われたら弟はこれグレますよ。うん、そうですね、はい、比較っていうのが一番していける。いや別に比較はだからそのマネージャーっていう立場の人がけしかけちゃいけないんですよ、うん、あ、いやだからその人のポテンシャルを大事にしてあげなくちゃいけない。はい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 、はい、要はマネージャーが何か言ったから変わるわけじゃないんですよ。
でもマネージャーの人たちは自分が何か言ったら変わると思ってるんですよ。はいはい。だからマネージャーが何か言いたい時あるじゃないですか、うん、どうしても言いたい、うん、それは解決策が2つあって、1つはトレーニングの時間をちゃんと設けなくちゃいけない。毎週火曜日の朝9時から朝10時まではトレーニングするから新人はみんな集まってね、うん、っていうことをやんなくちゃいけないんですよ。でそれ以外で縛っちゃいけないんですよ。あ、はいはいはい、そこはもう修行だからっていうトレーニング時間トレーニング期間をちゃんと設ける。あともう一個はマネージャーが聞かれる立場になら聞かれる存在にならなくちゃいけないっていう。自分から言わずにってこと。あ、そうです、あ、聞かれて答えるのがアドバイスです。聞かれてないのにアドバイスしたらそれはただの説教とかうざいやつになっちゃう。なるほど、深いな。だから聞かれなきゃいけないです。あ、ラジオはこれみんなが聞きに来てるじゃないですか、うんうん、みんな足上でクリックしてるじゃないですか。だからこれオートマチックに聞かれてる状態になってるんですよ。はいはいはい、はい、だから僕が言うことはアドバイスになれるんですよ。あー、なるほどなるほど。でも僕がいきなりなんかみんなのイヤホンをジャックしてなんか怖い怖い入ってきたらただうざいやつなんですよ。怖い、アストレイオっつって。そうそうそう。だから僕テレビ嫌いなんですよね。あー、いきなり入ってくるから、ね、いきなり入ってくるじゃないですか、土足で土足で。まあそんな感じです。あ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。